私はナポリ指揮官、会えて嬉しいわ。呼び起こされてからずっと君に会いたかった。ええ、この出会いが君の一日を明るくすることを願って。帰りなさい。ふ頭近くまで散歩しに行きたいけど、場所をよく覚えていなくて。一緒に来てもらえ。私はナポリ指揮官、会えて嬉しいわ。呼び起こされてからずっと君に会いたかった。ええ、この出会いが君の一日を明るくすることを願って。指揮官、私ここまで歩いてきたんだけど、せっかくだから君も散歩しない？甘いものとか辛いものを食べすぎると肌が荒れると聞いたことがあるわ。私、
普段そういうのをいっぱい食べてるけど、鏡越しだとどうもわからなくて。指揮官、ナポリの肌が荒れてないか確認してもらえる？そう、そのまま近寄ってじっくり見て。指揮官、気分転換に散歩でもいかが？涼しい潮風に柔らかい日差し、カモメたちの歌、それらを一緒に楽しみたいわね。私、方向感覚が悪いというより旅を楽しんでいるのかも。知らない場所に行って知らない景色を見る。君も一緒にいかが？頭をなでなでされると方向感覚が良くなると聞いたことがあるわ。なでなでしてちょうだい。未完了の任務、私にも手伝わせ。あ、普段触れていないものね。ちょっとやらせて。お疲れ様、指揮官。私、お茶とお菓子を用意して。あら、どこに置いたんだっけ。指揮官、曖昧すぎるのはリーダーとして合格とは言えないわ。近くまで散歩しに行きたいけど、場所をよく覚えていなくて。一緒に来てもらえないかしら。私の力をうまく使ってくださいまし。私の力をうまく使ってくださいまし。作戦お疲れ様、指揮官。私、お茶とお菓子を用意して。あら、どこに置いたんだっけ。指揮官、曖昧すぎるのはリーダーとして合格とは言えないわ。私の力をうまく使ってくださいまし。してあげるわ。